はい、皆さんこんにちは、レスキューハウスです。今回はね、レスキューハウス初コラボとしまして、こちらファイヤージムに来させていただきました。で、こちらのオーナー様もすごいゴリゴリマッチョの人がおるんで、今回消防のトレーニング悩んでる方、ぜひこの動画見てください。じゃあ行ってきます。今回はね、レスキューハウス史上初コラボっていうところで、はい、元東京消防庁の特別救助隊員の岩地さんに、コラボしていただきますので、今回皆さんの消防士になりたい、トレーニング何したらいいね、日本で一番大きい組織の東京消防庁の中でどうやって救助隊になったのかっていう質問めちゃくちゃあるじゃないですか、はいはい、ね、僕ら2人だけでも何十件来るんですね、はい、そこをちょっといろいろと皆さんにお届けできたらなと思うので、よろしくお願いします。お願いします。はい、岩城さんの、東京消防庁の特別救助隊の時から現在に至るまでの経歴を簡単に教えてください。はい、ですね、僕が東京消防庁に入ったのが21歳の時ですね、はい、で、そこから本部隊員として1年ちょっと実務経験、まあ、消防の話やって、はい、実務経験1年ちょっとやって、それで初めて特別救助技術っていう資格の、はい、試験を受けれるんですね。なるほどなるほど、はい、で、まあ、体力練習だとか、勉強もめちゃめちゃして、はい、すごいですよね。でその試験になんとか受かることができまして、はい、でそこから大体5週間の特別救助技術研修っていう、まあ、よく YouTube とかに上がってる、はい、こう地獄の特別研修、そうですね、はい、ですね。で、まあ、当時はもう真夏にやるんですけど、まあ、9月1日から始まってっていうのがありまして、で、まあ、なんとか死にそうになりながらも、相当きつかったですか。きつかったですね。30回ぐらいやめようと思いました。リアルな研修中、本当にもう毎日の行くのが嫌で、それだけきついですね。そうですね、メンタル結構やられるんで。へえ、自信があったんじゃないですか、やっぱそういう選抜試験とかでも。僕も、まあ、自信はあったんですよ、はい、ただその研修に来てる人は、はい、もう僕もすごいのかな、ボロボロ言うのかな、やっぱすごいなとそんなもうめちゃめちゃすごい人いっぱいいるんだなと思いました。研修を受けて、その後、はい、あ、そうですね。ただもう資格を取っても、特別救助技術研修の資格を取ってもすぐには特別救助隊になれないんですよ。ええー、なんでなんですか。はい、やっぱりこう特別救助隊って、まあ、まあ各部5人までしかなれないので、待ってる人はですね、はい、人間待ちが入ってるので、まあ、予備隊員っていう準備期間が必要なんですよ。で、僕はまあ、予備隊員として、まあ、正規でははしご隊員、うん、はしご者の隊員っていうのを1年3ヶ月やりまして、でちょうど人事異動の時に僕の1個上の先輩が人事異動で他の署に行かれたので、特別救助隊の3番員という一番若手の枠が空いたので、はい、そこに乗ることができてっていう、はい、何年目なんですかね、それは。その時が24歳だったと思うので、すごい、まあ、3年目ぐらいになってないですね。すごいですね。やっぱ全国の消防士は多分、まあ、レスキュー隊も特に救助隊も特に知ってると思うんですけど、東京のやっぱブルーバッジ、 青のワンちゃん、はい、青色のワッペンのワンちゃん、はい、やっぱあれって日本を象徴する、東京を象徴するバッジやと思うんですよね。そうですね、はい、あれをつけたいっていう志を持ってる僕の仲間もおったんで、やっぱりすごいね、やっぱ誰もが憧れるバッジかなって、本当になりたいからなれる、なんかつけたいからつけれるかっていったらつけれないと思うんですね、簡単にはね。やっぱそういうところが狭き門っていうところなんですかね。そうですね、やっぱまあ、ワッペンで言うと、あれ一緒に洗濯とかしてもダメなんですよ。やっぱそうなんですよ、回復機会の時にしっかり取って、まあ他のほぼそうかもしれないですけど、まあ、大事にして、はい、ちなみになんですけど、はい、洗ったことはないです。あ、すごいですね、はい、そこは結構ちゃんと、ちゃんとない。なるほど、やっぱりあれをつけたくて、オレンジを着たくて僕が東京消防庁に入ったので、うん、まあ、それが最大の目標であったっていうところがありますね、はい、24歳、24歳かな、
歳で特別救助隊整備隊になって、そこから5年間整体員として勤務しまして、で30歳の時にまあ、ちょっとこちらのファイナンシングっていうジムを立ち上げるために、退職しまして、で今今年33歳になるんですね。なので2年半ぐらい前ですかね、はい、退職したのが、はいはい、で今はファイヤージムっていうパーソナルとか、まあ、そのジムってどういう方が来られるんですか？そうですね、こちらはパーソナルジムなので、はい、トレーナーと、うん、まあ、お客様がこう1対1で、やっていくトレーニングになるんですけど、はい、こうまあ、ボディメイクですね、うん、こうダイエットしたいとか筋肉をつけたいとか、まあ、かっこいい体になりたいとか、そういう方が来てくださるジム。なんでこのファイヤージムを立ち上げようかなと思ったんですか？何かきっかけとかがありますか？はい、僕が東京消防庁入ったのは21歳の時なんですけども、はいはい、その前に高校卒業してからスポーツトレーナーになりたいなっていうのがもともとありまして、で2年間パーソナルトレーナーになるための専門学校を行ってたんですね。で、なんかやっぱり今から15年くらい前ですかね、でこう今と全然状況が違うので、当時、ね、トレーナーっていうのも仕事にはならないんですよ、はい、そういう状況だったので、これはちょっとお仕事にするのは難しいなっていう思いがありまして、はい、でやっぱり僕はもともと体力に自信があったので、自分のこの体力を生かした仕事はしたいな、つったら何があるかなって思ったら、もうすぐに消防士だった。結構、まあ、ひらめきというか思いつくというか、消防士しかないだろう。でそこから、まあ、消防士になるためにどうすればいいのかなって勉強しまして、でそしたらまず専門学校に行った方がいいと、はい、大原公立専門学校にがあったので、その1年生からやりまして、で東京消防庁の試験なんとか受かることができて、で消防士として、まあ、さっき言ったようにこう経歴を積み重ねていったんですけど、やっぱりこうトレーニングがもともと好きだったの で大体27歳ぐらいの時からボディメイクのコンテストに出るようになったんですね、はい、そこから僕も知ってるんです。あ、本当ですか？そこから知ってる。僕がまあレスキュー隊員として2年目とかだったので、少しまあ訓練とかでまあ余裕が出るというか、だいたい仕事のペースもつかんできて、こうなんかこうコンテストとかやってみたいなと、自分がレスキュー隊員として鍛えてきた体がこうそういうボディメイクのコンテストでどういうふうに評価されるのかなっていう興味を持ちまして、でそこからコンテストやるようになって、でこうまあ少しずつ成績も上がってきて、で当時は僕付き合っていた今の奥さんがいるんですけど、で奥さんと一緒に大会に出たりして、でまあすごく運よくこうメディアとかにも少しテレビとかに取り上げていただけるようになって、でやっぱ30歳っていう節目の時に、やっぱりなんかこう夫婦で一緒にこう仕事をしたいなっていう、はい、夫婦の思いが芽生えて、はい、で何をやろうか、やっぱり僕はそういうボディメイクの知識なんかも学校行ったりしてあったので、まあ、ただ更に自分がコンテスト出るためにどんどん勉強とかもしてたので、それを活かせる仕事、じゃあもうパーソナルジムだっていうことで思い切ってですね、はい、でそのタイミングでも結婚しまして、でも夫婦2人で、あれです頑張っていこうということで、今ちょっと3年目になんですけど、高木君と今ここの池尻とあと横浜と、はい、で今やってます、はい、なのでね、視聴者の方も見て分かると思うんですけど、何もしてない僕と岩城さん、この体見て分かりますよ、もうポヨンポヨンのお腹と、なんか僕がもっとレスキュー隊員ですって言うのも恥ずかしいので、普通も筋肉、胸も足も腕もすごいじゃないですか。隠しきれてない。隠しきれてないと。はい、じゃあ本日は元東京消防庁特別救助隊の岩城さんとコラボ動画ということでお話を聞きました。次は実際にトレーニングの方に入っていきたいと思うので、次の動画を皆さん楽しみにしてください。はい、はい。